周りは見たこともない LINE の数で、そうですね、電話も切ってすごい感動してもらえたって言ってもらって、ものすごくなんかそれが一番嬉しかったんですけど、ここまですごいものなんだなっていうのが昨日一昨日で実感して、まだ今日もふわふわしてる感じで、はい、いろんな人に声かけてもらえるんでなんか気まずい感じはあるんですけど、目標が10位内に入れたらそのいいゴルフができたなと思えるので、ずっとそこをいつも思ってやってたので、初めてそんな本当に優勝意識したのは先週が初めてで、で意識をしないように前半はやって、残り9ホールが勝負だと思ってたので、そこでいいゴルフができたので、ちょっと2勝目もまあ狙いつつも恥ずかしくないゴルフをしようというのが、はい、去年2日目まで良くて3日目がものすごい風で、ホテル出た時にで僕シード権が10位ぐらいに入ると確定する順位だったんで、去年がもう本当に中心になってくれって去年思ってたぐらいものすごい難しかったので、またこのコースでやるのかと、で去年より成長できてるのかどうかが少しは楽しみなんですけど、本当に難しいんでどれだけ我慢できるか、はい、楽しみは3割ぐらいですかね。ものすごく興味を持っていただいて、すごいなかなか見れない名勝負だったといろんな方から見てもらえて、自分の中ではなんか必死にやってただけなんで、ここまでそう言ってもらえると思わなかったのですごくありがたいです。また応援の方をよろしくお願いします。